皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。藤谷ライティングメソッド、ライテクを学ぼうの小川です。今回は伏せずに沈むのがベテランの技。はい、ストレートとかですね、ちょっと低く構えることがあると思うんですけど、伏せる沈むというとね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、間違った伏せ方をするとちょっとデメリットもあるので、そういったところを紹介したいなと思います。やっぱカウルがついてるスーパースポーツ系のバイクとかって、はいはい、ベタッと伏せるとやっぱかっこいいですよね。かっこいいですよね。なんかね、速そうに見えるし、はい、あれってやっぱ空気抵抗なんですかね。レースは空気抵抗は大きいですよね。300キロオーバーの世界で戦ってるので、常にやっぱ空気との戦いですよね。じゃあやっぱ行動で伏せるのはあんま意味ないですかね。いや、行動でも伏せるの意味ないとは言わないです。おポジション作りとしてもそうだし、走りのリズムをつかむためにもやっぱり上半身をこう動かしたりするっていうのはいいことだと思います。でも実は、まあ、よく見るんですけど、ダメな伏せ方というか、伏せると逆効果になってる人もよく見ます。え、よく見るのは前に座ったままこんな感じですかね。ちょっと上半身だけ伏せちゃってる。え、でも伏せるってそういうことじゃないんですか。こうなった時のデメリットは、伏せてしまうことでリアタイヤから荷重が抜きやすくなります。セパハンの前傾バイクだとどうしても前に座っちゃうので、前に座ったままこうやって伏せてると、もう本当にリアタイヤの荷重が抜けちゃうので、そこはちょっと気をつけてほしいなと。ちょっとだけ後ろに座って、まあ、極端に後ろ座る必要ないですけど、ちょっと後ろに座ってこう伏せるんじゃなくて沈む感じですね。まあ、ここまで高度でねやる必要ないですけど、まあ、こんぐらい自然な感じで、あ、腰曲げるんじゃない。そうですね、腰はほとんど曲げないですね。お、沈む感じでちゃんとリアタイヤに荷重がかかってるイメージで乗ってほしいです。腰曲げるんじゃなくて沈むってのは全然気づきませんでした。伏せると肘が出がちです。あ、なんでこうなっちゃってる人はね、こうやってなかなかアクセルも開けられないし、何もできないので、ちょっとこういう感じで。あ、じゃあなんか腰曲げて伏せちゃってるかどうかは、セルフチェックは肘出てるかどうかとか、肘出てるかっていうのと、あと座ってる場所とか、あでブレーキの時に例えばちょっと起こす、でまた旋回に入ってる、あでまた直線でちょっと捨てて、ちょっと捨ててブレーキで起こす、直コーナーに入っていくみたいな、体をやっぱ積極的に動かすっていうのはリズムをつかむためにも、バイクの上でバランスを探るっていう行為にしてもとてもいいことなので、いろいろやってみてほしいですね。今回のバイクトリビア、ネイキッドも沈むのです。ネイキッドっていうとね、やっぱりあんまり伏せるイメージないですよね。でもバイクの種類に関係なく沈むのは効果的です。本編でも言いましたけど、やっぱりリアタイヤの荷重を増やす、稼ぐっていうところで、やっぱり沈むフォームっていうのをちょっと意識してもらった方がいいかなと思います。特にですね、コーナーの立ち上がりなんかはこの沈むフォームとかですね、ポジション作りを利用してさらにリアタイヤに荷重をかけてあげるとグリップを引き出せるとか、そういうコーナーテクニックもありますので、ぜひ沈む意識で乗ってみるっていうのをやってみてください。